はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、成功者の共通点、決断力という話をしていきたいなと思います。10人の成功者がいたならば、10人がそれぞれの成功法則を語りますと。10人十色という言葉通り、みんな言うことが違いますと。なぜなら人によって価値観、環境、人間関係、あらゆることが違うからですと。でもし山があったとして、頂上は同じだったとしても、進んでいく道、過程が全然違うということですよね。だから成功できない難しさっていうのは、誰にでも当てはまるような成功法則っていうのはそもそも存在してなくて、その人がそのやり方をしたからその結果が出たということなんですね。だから唯一絶対の成功法則、このやり方をやれば必ず誰もが成功できるっていう方法っていうのはこの世には存在してないということなんですね。で、極論、あなたの成功法則っていうのはあなた自身が確立するしかないということになります。じゃあ他人の成功法則を学ぶっていうことが全く意味がないのかというと、まあそんなことは全然ないんですよね。成功者から学んで、だいたい9割ぐらいっていうのは、まあ同じような状況で埋めていくことができるんですね。まあ9割は成功者と共通する部分っていうのを学ぶことができるということになります。で、その中でも全ての成功者に共通するものっていうのは何なのかっていうと、まあ、それが今回のタイトルの決断力ということになるんですね。で、この決断力に関してはもう全ての成功者に当てはまることで、まあ、例外っていうのは絶対にありません。まあ、決断力がないのに成功者になりましたっていうことは絶対にありえないんですね。で、決断力があるから成功者になったと言っても過言ではないんですよ。それぐらい決断力っていうのは成功者に共通しているということですね。で、人はそれぞれ器っていうのを持ってるんですね。で、その器っていうのは必ず先に中のものを出してから、後から中に何かが入ってくるものなんですね。もうすでに器の中にはたくさんいろんなものが入ってる状態なんですよ。だからそのたくさん中に入ったものを先に出してからじゃないと、後から新しいものを追加するっていうことは基本的にできないんですね。まあ要はすでに全ての人の器っていうのは何かがいっぱいになって入ってるんですよ。で、器の中に入ってるものの例の一つとして、まあ、時間っていうのがありますと。時間の器っていうのがあるとしますよね。で、時間っていうのは1日24時間って決まってるんですよ。だからこの器が24時間時間がね入りますというふうになっていると。で、これは世界一の大富豪であったとしても、世界の偉人だったとしても、僕たち一般人だったとしても、1日24時間っていう時間の器っていうのは決まってるわけですよね。大富豪だから1日26時間ありますとか、世界の偉人だから1日30時間ありますとかね、そういうことではないわけですよ。この時間の器っていうのは全ての人が共通で持っている器なんですね。で、そうした時に何かの偉業を達成した人たちはやったことが多いっていうわけじゃないんですよ。その24時間という時間を使ってたくさんのことをやっていたということではないんですね。どちらかというと、やらないっていうふうに決めてやらなかったことの方が多いんですよね。要はあれこれあれこれやろうとすると、その24時間の器の中にたくさんのものが詰め込まれてしまうわけですよ。まあ、10個のものをね、24時間に詰め込もうとしたら、当然24時間をね、10個のもので割らなければいけないわけですよね。そうすると使える時間っていうのはそれぞれ分散してしまうと。だ、そういうことをやってないんですよ。どちらかというとやらないっていうことを決めてね、1つ2つっていうことに集中するってことをやってるんですよね。で、まあ、偉業を成し遂げた人は普通の人ならやっていることをやってないということですよね。まあ、みんなと同じようなことをやりながら自分だけが偉業を成し遂げるってことは絶対ないんですよ。普通のことをやっていたら、もう当たり前ですけど普通の人にしかなれないっていうことですよね。普通のみんながやってることをやめる決断っていうのをして、
やめたことによってできた空白の時間を偉業を成し遂げるために使っていたっていうことに過ぎないんですね。だから時間が足りない足りないっていうのはもうこれみんなに言えることなんですよ。時間ってあっても足りないんですよ、みんなね。24時間しかないっていうふうにね、なってますからみんな足りないわけですよ。だけど時間が足りないからできないっていうふうに言ってる人っていうのは今やってる無駄なことをやめる決断ができてないってことなんですよね、うん、だから何かをやめなければいけないってことなんですよ。時間が足りないからこれができないって言ってるんであればですよ、何かをやめる必要性があるということになります。まあ、決断力っていうのは数ある選択肢の中からやることを決めてやらないことを決めるっていうことなんですね。あれもやりたい、これもやりたいっていうふうに考えていたら何もできないということになってしまうんですよ。で、成功者はやるべきことを決めて、やらないことを決めて、そしてやるべきことに集中し続けたから成功したんですね。で、成功しない人っていうのはいつまで経ってもどれにしようか迷い続けて結局決めないんですね。で、気づいたら5年後、10年後っていうのも同じ悩みで悩み続けていると。迷い続けているということが起きていますと。だから現状が全然変わってないということですよね。当然成功なんてできるはずがないということになります。で、決断力は鍛えられますということですね。決断力っていうのは筋トレと同じように鍛えることができますということですね。まあ、例えば僕がこの決断力をね、意識しだした時にやっていたことっていうのは、まあ、コンビニに行って何を買うかっていうのを決めるときにね、もうスパッと決めるんですよ。まあ、今までだったら購入するのにね、コンビニをずっとね、パンのコーナーを見て、ね、ジュースのコーナーを見て、そしてサンドイッチのコーナーを見て、おにぎりのコーナーを見て、ね、アイスクリームのコーナーを見て、じゃあどうしようって考えて、それから選んで買いますみたいな感じだったんですけど、もう今はね、コンビニに入る前から買うものを決めていってるんですね。だからもう迷わないです。もうパッパッと決めて買うということをやってます。で、レストランに行くときっていうのも食べるものをもうあらかじめ決めちゃっていってるんですよ。だからメニュー開いた瞬間、それが出てきたらもうこれって決めてもう買ってるっていう、オーダーしてるっていう感じですね。だから店員さんがメニューを置いて、じゃあちょっと、ね、決まったら呼んでくださいって言う前にもう決めるみたいな感じなんですよ。あ、ちょっと待ってください。今決めますと。で、これにしてください。以上ですと言って決めてしまうんですね。それで食べるんですよ。だからこれをずーっとね、あれにしようかな、これにしようかな、どうしようかな、セットにしようかなとか、こうやって悩んでる時間がもう無駄なんですよ。で、この小さなことの決断っていうのができない人っていうのは、大きな決断っていうのは当たり前ですけど、できないんですね。よく考えてほしいんですけど、まあね、お金のことで言えば、コンビニで数百円のものを買うのにずっと悩んでるんですよ。ね、レストランで、ね、まあ、1000円とか2000円とかね、それぐらいのメニューを頼むのにものすごい迷ってるわけですよ。ってことはじゃあどうですか、もっと大きな投資案件とか、ね、もっと大きな、ね、お金を稼げるっていうのね、本当それこそ成功者にこれでなれるかもしれないっていう決断が迫られた時にできますかってことなんですよね。できないと思うんですよ。それこそ単位が100万とか ね、1000万とかっていう単位になってきたら当然迷うとか検討しますっていう言葉になってくるわけですよね。でも明らかにその決断が人生を本当に好転させるかもしれないっていうチャンスかもしれないわけなのに、ね、普段から決断力を磨いてないから、そういう大事な時にも決断ができないということになってしまうわけですよ。うん。で、僕はそれにすごくリスクがあるなと思ったし、まあ成功者になるためにはどうしようっていうふうに考えていった時に、やっぱりこの決断力っていうのは絶対必須だっていうことを勉強してね、で、小さなことからもう決めていったわけですよね。決断するっていう練習をしていって、それで自分がこれだなって思ったら、もう値段とか関係なく買うっていうふうに決めてるんですよ。これだって自分で今の自分でピンときてね、あ、これかもしれないって思ったら、もう決めるんですよ。あ、これだって言って決める。うん。で、やらないんだったらやらないってもうスパッと決めるってことですよね。うん。やることとやらないことをどっちも決めるっていうのが決断力ですから、迷うってことはもうないってことですよね。やるかやらないかしかないっていうことです。で、基本的にもうね、やっていくしかないんですよ。自分で決めて、あ、これだと思ったらもうやらないとダメっていうぐらいね、これだって思ったならやるんですよ。うん。そういうふうにやっていかないと、だってやらなかったらわからないわけですよね。やらなかったらずっとそれって頭に残ってるんですよ。あ、これって何だったんだろうなとか、
今自分がねすごいやりたいなってピンときてるんだけどやらない選択をしたらなんかね後まですごい残るんですよね、その出来事って。でやったらもしかしたら良かったのかもしれないっていうなんか後悔みたいなのがずっと残り続けて、今やってることにも集中できないみたいなことが起きてきたりするんですよね。妥協で、まあ、例えばね本当は A っていうものがやりたいのになんかねお金が高いからやめるとか、なんかその時の迷いがいろいろあってじゃあしょうがなく妥協して B にしましたと。で B をやってるとしたらその時に A をやらなかった決断をね後悔するんですよ。だからそういうことを僕はなるべく人生で減らしていきたいって思ってるから、もうなるべくバッて自分でこれだって思ったらもうすぐ決めるみたいな、で実際やってみちゃうっていうことをもう繰り返していくと、もうこれしかもう成功する秘訣ってないなと思ってるんで、でそういうのを繰り返していくうちに、まあ例えばなんか買い物であったらなんかすごくいいものをね、知ることができるんですよ。いろんなものをね、高いものも買えば、ものすごい高い買い物もしたり安い買い物もしたり、いろんなものをね、お金を使っていくことによって、そのお金を自分が使う力っていうのが磨き上げられていくわけですよね。そうするとこのサービスっていうのはいいかもしれないとか、このサービスは良くないかもしれないっていうのを瞬時に判断ができるようになってくると、本質を見抜けるようになってくるんですよ。だけどそういう買い物とかをほとんどしたことがない、もしくは一回しただけでなんか失敗したからもう次はしませんっていうふうに諦めちゃう人っていうのは、それがね、その力っていうのがついていかないんですよね。何でもそうですけど、一回やって失敗したからもうその行為はしませんってやったら、その行為自体がね、まあ、失敗だけで終わってしまうわけですよね。一発目から成功するなんてことは本当に珍しいわけですよ。もう何回も何回もそういうことを繰り返していって、お金を使うってどういうことなのかっていうのが分かってくるわけですよね。それは人間関係でも同じですよ。いろんな人と付き合っていって、まあ最初は分からないわけですよね。騙されることもあるでしょうし、すごくいい、ね、人間関係を築けることもあるでしょうし、そういうのを繰り返していくうちに自分の人を見る目っていうのが養われていくわけですよね。最初は分からないんですよ。だからこの決断をしながら、ね、いろんな失敗とかいろんな経験を踏まえて繰り返していったら、その先にやっぱり自分の本当の本質を見る目っていうのができてくるので、だから最初からみんな完璧を求めすぎたりとか、ね、迷えばなんかこう変わるんじゃないかって思ってるんですよ。で迷うってことは自分を守ってるってことなんですよね。迷うってことは決断しないで迷うってことは、それは今の現状を守ってるだけなんですよ。迷うってことは考えてるってことなんですね。考えなしに迷うってことはないですから、迷ってるってことはどうしようかなって考えてるってことじゃないですか。頭でね、脳を使ってるんですよ。その時点でじゃあその考えってじゃあどこにサポートされてるのかっていうと、過去の記憶なんですね。過去の体験記憶が思考っていうものをね、使ってそこからまあ、いろんな情報をこうかき集めてきて考えてるんですよ、ね、でその場合にじゃあどういうことが起きるかっていうと、結構ね、過去の失敗した経験とかね、この後も話しますけど、ネガティブな記憶ばっかりが出てくるんですよね、その決断することに対して。そうするとどうなりますかっていうと、考えれば考えるほど決断できなくなるんですよ。迷うっていう選択肢が取れなくなってくるんですよね。そうすると、まあ、いいチャンスが目の前に来てもつかめないってことになって、結局ずっと人生は変わらないというようなことになってくるということですね。でちょっと話が脱線しましたけど、まあ、潜在意識っていうのはね、決断するものが大きいか小さいかっていう判別っていうのはできないんですよ、ね、決断力っていうのは小さいものから決断するっていう力をつけるってことはできるんですよね。もう普段からもうこれやる、やらない、やる、やらないっていうのを1日の24時間ベースで考えていく。やるって決めたら速攻でやるんですよ、ね、やるって決めたらその場で考えずにもうやっちゃうんですね、勉強しようと思ったらどうしようかな、ああしようかなって考えるんじゃなくて、もうとりあえず机座るんですよね。机座ってもうペンを持っちゃうんですよ。で教科書開いちゃうんですね。そうすると勝手に勉強しだしますから、そういうふうに体をもう反射的に動けるようにしていくんですね。でだからこういうの小さいことからもどんどんもう考えて悩む、どうしようかなっていうのを減らすっていうね、訓練をしていけば決断力っていうのはおのずとアップしていきますということになります。で一番大切なのは、人生のチャンスが目の前に現れた時にそのチャンスをつかむという決断ができるっていうことなんですよね、まあ、さっきも軽く触れましたけど、まあ、普段から決断するっていう訓練ができてないと、目の前に人生を変えるっていうようなチャンスが来てもつかみ取ることができないんですよ。目の前にチャンスがあるのに今までと同じように迷うっていう選択を取るんですね。で成功しようと思ったんだったら、迷うっていう選択肢をどれだけなくすことができるかっていうことに尽きるんですよね。で迷うってことはさっきも言いましたけど、頭で考えてるってことなんですよ。で考えてることは大抵過去の記憶なんですね。で過去の失敗例っていうのを思い出してくるんですよ。
だから考えれば考えるほど決断できなくなるんですよ。当たり前ですよね。だってネガティブなこととか失敗したことばっかり考えてるわけですよ、その決断に対してね。どん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 考えれば考えるほどネガティブなことになっていくんですよ、うん、だからどんどん決断できなくなりますよね。バンジージャンプでも飛ぼうかどうか迷ってたら飛べないんですよ、ね、もしかしたら落ちて死ぬかもしれないとか、ね、過去に落ちた人の事例とかは必死に頭で考え出すんですよ。それはなんでかっていうと、現状維持したい、要は飛びたくないからなんですね。飛ぶっていう選択をしたくないから、迷うっていう選択で今を守ってるんですよ。だから脳はそういう状態でクリティカルにネガティブなこと、要は現状維持するっていう、ね、ことを頭でクリティカルに思いつくんですよ。死んだらどうしようとか、ね、ロープが切れたらどうしよう、ありえないようなこともどんどん考えていくんですね、脳っていうのは。それぐらい現状維持しようとするんですよ、脳っていうのは。恐ろしいぐらい。だったら飛んじゃえばいいんですよ。僕もスカイダイビングとかやったことあるんですけど、もう決めたらもう飛ぶって決めてるんで、もうね、何も考えてないんですよ。もう楽しいことしか考えずに、もうね、セスナで上に上がっていくときもすごいハイテンションで、もう落ちるとか死ぬとかなんて一切考えないんですね。もう飛んだら楽しいことしかもう考えてないんですよ。考えてないというか、もうそういう気持ちになってるというか、飛ぶのをどうしようとかね、決めたのに飛ぶのどうしようとか、うわーどうしようっていう気持ちで行ったら、それはずっと飛ぶの躊躇することになっちゃいますし、楽しめないわけですよね。で、飛ぶって選択をしたんだったら、飛ばないって選択はもうないんですよ。飛ぶしかないんですよ。だったら、ね、飛ぶって決めてるから、もう楽しもうが悲しもうが飛ぶことに変わりはないんだったら、もう全力で楽しむ方向に脳を使おうっていうことで、もう笑いながら飛んでったわけなんですよ。4000メートルぐらい高いところからね。全然怖くなかったです。もうそれに決断してたから。もう飛ぶ、どうせ泣こうが、わめこうが、ね、死ぬときは死ぬし、もう飛ぶって決めてるんだから、もうどうせなら楽しもうって気持ちで言ってるから、全くそこに迷いないわけですよ。もうそれは楽しかったですけどね。だそういうふうに、もう迷わないってことなんですよね。ね、迷ったら、ね、死ぬかもしれないとか、ロープが切れたらどうしようとか、ね、パラシュートが開かなかったらどうしようって、こんなことばっかり考え出すんですよ。だからもう考えれば考えるほど決断できなくなります。だったら飛ばないって選択を決めた方がいいですよね。そこまでね、怖いんだったら最初から飛ばない方がいいんですよ、ね、成功したいって思って、ね、それで失敗が怖いって思うんだったら、成功したいなんて思わなきゃいいんじゃないですか。そうじゃないですか。でも成功したいって思ってるわけですよね。どうしても成功したい、ね、今の人生だったらなんか嫌だなとか、くすぶってるなとか、なんかこのまま人生終わるの嫌だなとか思ってるわけですよね。だから成功したいって思ったわけですよね。成功者になりたいって思ってる人であれば、今の人生がつまんないって思ってるわけですよね。ってことはもうその人生を捨てなきゃいけないってことなんですよ。わかりますか。もう成功者になるって決断しなきゃいけないってことなんですよ。ってことは、成功者になるって決めたってことは、こういう決断力は絶対に必要だってね、僕言ってますよね。 100% 必要なんですよ。ここ避けられないんですね。ってことはやっていくしかもないんですよ。ってことはもう決断するしかないんですね、うん、でこの決断力を磨いていくっていうのはもう万人に共通してるわけですよ、ね、最初に話した唯一絶対の成功法則っていうのはないんですよ、ね、ノウハウっていうのはないんですよ、ね、成功者と同じようなことをやっても100人が100人成功するかっていうとしないんですよね。その人だから成功したって可能性も高いんですよ。だけど100人に100人共通する考え方っていうのがあるわけですよね。それが決断力なんですよ、うん、習慣というか考え方というかね、その法則みたいなのがあるとしたら、その一つとして決断力があるんですね。これは真似しなきゃいけないんですよ、うん、要は決断しないのに成功しましたって人はいないのと一緒ですよね。絶対に成功者というのは決断してきてるから成功してるわけなんですよ。だからここは絶対必須だから、ね、今までこう話したように小さなことでもいいから徐々にもうスパッと決めるってことですよね。やるやらない、スパッと決める。でもやるって決めたらもうやるってことです。やらないって決めたらもうやらない。もうどっちかにするってことなんですよ。やりながら迷ってるとか最悪なんでね。やるって決めたのになんかやらなければよかったとか思ってるのはもう最悪なんで、うん、やってやりきってから決めればいいんですよ。もう突き抜けてから、あ、これ違ったなって思って、あ、じゃあこれは違うってことが分かった、はい、感謝、じゃあ違うことをやろう、これでいいんですね。成功したいって思ってるなら、少なくともそういう考え方じゃないと成功なんてできないですから、ね、決断したのにそのやってることを後悔しながらやってたら成功するわけないじゃないですか。疑ってるわけですから、やってることをね、もう信じ切ってやりきるんですよ。
やりきった結果、ちょっと自分との思ってたことと違うなと思ったら、それは違ったんだって分かっただけでも、それすごいラッキーですよね。違う選択ができるわけですから、思いっきり違う選択ができますよね。だけど後悔するんですよ。決めたのになんかこう疑いながらやるとか、決めたのになんか後ろめたい気持ちを持ちながらやるとかってやってると、結局それって効果が 100% 出せないわけですよ、ね、信じきってやったらもっと成果が伸びたのに、疑いながらやってるから当然成果って落ちますよね。そうするとその決断すらも後悔することになるんですよ。だから振り切るまでやるってことなんですよね。この振り切りがすごい大事なんですよ。で、そこにはもう感謝を含めてやっていくと。自分が決断したことに感謝して、ね、この決断が合ってるか間違ってるかなっていうのはやってみなきゃ分かんないから、とりあえずやってみると。で、やった結果、間違えててもいいんですよ。それは感謝なんですね。うん。あ、これ違ったんだな。じゃあ違うことを選択しよう。これで感謝でいいんですよ。そういうことを考えながらも、いろんなことを考えながらやっていかなきゃいけない。考えながらというか、いろんなことを負に落としながらやっていかなきゃいけないんですね。決断力が大事ですよって言ってね、じゃあすぐに決めればいいんだって担当職人で、じゃあすぐ決める能力だけつけました。でも感謝がそこになかったら、決断することを後悔したりするんですよ、ね、決めろって言われたから決めたんですと、だけど失敗したんですけど、どういうことなんですかってなるんですよ。いや、そうじゃないですよねと。決断力っていうのは成功者にとって必要な一つの要因でしかないんですね。でも絶対に必要なことなんですよ。だからこれだけをやってれば絶対に成功しますとか、一発で成功しますなんて約束はどこにもないんですね。だからそういうマインドセットでいたら絶対成功できないんですよ。だからすべからくトータルで腑に落としていく必要があるってことなんですよ。一つの要因です、この決断力っていうのはね。でも絶対に必要な要因なんです、うん、でこの言葉をどう解釈するかっていうのは、僕の解釈と今聞いていただいているあなたの解釈絶対違うんですね。なぜなら勉強してきてる量も違うし、これについてね、こういうことに勉強している量も違うし、境遇も違うし、僕なんて毎日音声聞いてますからね。毎日ですよ。それこそもう10時間以上、もう仕事している間ずっと音声聞いてるんですよ。こういう音声をね。で、そういう音声を聞き続けてインプットして、さらにこうアウトプットしている僕と、ね、今聞いているあなたがどれぐらい真剣に勉強しているかは分からないですけど、明らかに違うわけですよね。ここに対する信仰心も近ければ、ね、当然その勉強量も違うし、ね、明らかに違うわけですよ。かといって、もしかしたらすごい、ね、まあ、僕のこのチャンネルでものすごいコーチが聞いてくれてるかもしれないしね、うん、だとしたらその人の方がもう理解はもう完全にできてるってことですね。腑に落としてる、言葉として知ってるだけじゃなくて、腑に落として体感レベルで分かってるってことです。それがすごく大事なんですね。だからそういう意味で決断力ってのはすごく大事なので、ぜひね、身につけていただきたい能力だということですね。で、人生の無駄っていうのは迷ってる時間ですということです。で、なぜ迷うのかっていうのはもう答え出てますよね。失敗するのが怖いんですよ。これだけです。だって迷うっていうのはね、成功するって分かってたら迷いますかってことですよ。 100% 成功するんですよっていうことが保証されてますって言った時に迷いますか。迷わないですよね。で、もし仮に迷うとしたら、それはもしかしたら騙されるのかもしれないっていう恐怖があるからですよね。それって要は 100% 保証してるって言葉を信じられないから、信じられてなくて、なんで信じられないかっていうと、失敗するって思ってるからなんですよ。そもそも失敗するっていう考えが根付いちゃってるってことですよね。でも 100% 保証されてるんですよ、ね、あなたはこの、ね、行為をすれば 100% 大金持ちになれますと、保証しますと。その信じる方法っていうのは、まあ書面を書くとか何でもいいですよ。信じさせる方法はまあいくらでもあるとしますよ。でも絶対に 100% 成功しますっていうことだったら、迷いますかってことですよね。それが本当に腑に落ちて分かってたら迷わないですよね。だって、そう、1000万円あげますとか、ね、10億円あげますとか、1000億円あげますっていうふうに目の前にこう出されて、これどうぞ持ってってくださいって、ね、で一切恩義も感じる必要ないし、 もらっていただくことがあって、本当に向こうが思っていて、それを本当に信じ込めたら、ね、自分に対して何のデメリットもなくて、その1000億円をただ受け取れますっていう状況だったら受け取ると思うんですよね。受け取った時に相手に何かしなきゃいけないんじゃないかとか、いろいろ考えるから迷うんですよ、うん、でもじゃあ、うん、どうでしょうね。寝て起きて目の前に1000億円あったら、それもらいますよね。枕元に1000億円がありましたってなったら、うん、まあいろんな追求すると思いますけどね。これってなんか誰かに騙されてるんじゃないかとかね。それってでも結局失敗することを考えてるから、そういうことを考えてるんですよ、うん、ですよね。ってことは、なんで迷うのかっていうのは、それはその裏には失敗するとか恐怖があるからなんですよね。
で、決断したことによって失敗するのを恐れてるからなんですよ。言ってしまえば。A と B っていう選択があった時に、A っていう選択をして、実は B の方が良かったっていうふうに分かるのが怖いんですよ。自分のした選択が間違っていたっていう事実を知るのが怖いんですね。ただ、成功するためには、どちらか一方を選択する必要っていうのが絶対出てくるわけですよ。迷ってたら成功はできないんですね。A か B、どちらかを選択しなければ、成功っていうのはないんですよ。進んでいくしかないんですね、選択しながら。で、今の自分が直感的に A だっていうふうに思って、ね、思ったんだったら、A を選択する必要があるんですよ。で、B をしないっていう選択をする必要があるんですね。これが決断なんですよ。で、実際に A を決断してやってみて、ね、実際に進んでみてね、それが正解か不正解かっていうのは、その後にしかわからないんです。誰もわからないんですよ。100% A を選択したら成功しますよっていう成功法則はないって僕は話しましたよね。やってみてどうかしかもう答えはないんですよ。だからやってみるしかないんですね。成功したいならば。で、もし仮に A が不正解だったとしたならば、あ、この道は間違えてたんだなってことが分かったわけですよ。ってことは、じゃあ B に行けばいいんだってことが分かるってことですよね。ってことはこれ成功に近づいてるわけじゃないですか。でもみんな A か B っていう選択肢があったら、どっちが正解かで考えるんですよ。ね。でもそのどっちが正解かなんて答え出ないんですよ。その人が進む選択しかもうそれ答えないんで、わかります？でもみんな考えるのは完璧主義だから A か B どっちが 100% なのかってことを考えるんですね。この時点で成功しないんですよ。だって迷ってるから。で、ずーっとその選択肢を持ったまま、成功ってどっちなんだろう、正解ってどっちなんだろうっていう考えで言ってるうちは迷い続けるので成功なんてしないんですね。で、正解か不正解かで物事を考えて選択したとしますよね。仮に正解か不正解かっていうのをベースに A っていう選択をして不正解になるとしますよね。そうすると挫折しちゃうんですよ。次やったらね、また不正解になるんじゃないかって頭があるからなんですよ。次こそは絶対正解したいってね、思っちゃうんですよね。だから次もっと怖くなるんですよ。最初に選択した決断よりも次の選択のする決断がもっと怖くなるんですね。なぜなら一回失敗してるトラウマがあるからね、次も失敗したくないって思うんですよ。絶対次こそは成功したいってね、成功に執着しちゃうんですよ。正解に執着しちゃうんですよ。だからその考え方はもう捨てなきゃいけないんですね。もう A も B もね、自分が直感で思ったらとりあえずやると。で、別に失敗なんてもうどうでもいいと。失敗したイコール成功に近づくんだっていうマインドセットで、ああ、じゃあ失敗したら次ね、B やろう。で、B も正解だった。じゃあ次進みました。次に A と B っていう選択が出てきました。じゃあここでもまた選択なんですよ。で、どっちが失敗でもいいか、とりあえず直感でこっちって思ったらやるんですよ。で、それを繰り返していくしかもうないんですね。それを楽しみながらやっていくしかもうないんですよ。だ不正解だったら不正解だっていうことがわかるから、もう一方を選び直せばいいって、ただそれだけなんですよ。こういうマインドセットで取り組んでいかなきゃいけないんですね。だから正解か不正解かで探すのはもうやめましょうよってことなんですよ。そんなのないですから。絶対に成功するかっていう考え方、もうその完璧主義的な考え方でいたら迷うっていうことが生じるし、ね、仮に選択をしたとしても、ね、うまくいけばいいですよ、一発で。でも人生ほとんどがうまくいかないことの方が多いわけですよ。ね、うまくいくこととうまくいかないことがもう混ざってるわけじゃないですか。たまたまラッキーパンチでその1回目は成功したかもしれないけど、次失敗した時どうするんですかって話ですよ。ね、正解か不正解かで選ぶマインドセットだったら、その次が選びにくくなるんですよね。不正解になっちゃったから。ね。だから、こういう感覚で物事を考えていくというのがすごく大事です。で、迷っていたら人生何も変わりませんと。で、少なくとも成功したいっていうふうに考えるんだったら、迷っていたら何の進歩もありませんと。で、失敗したくないという自尊心を守り続けて、現状を守り続けてるだけなんですと。で、ね、もし仮に現状維持の人生でいいんですと。別に人生激変する必要もないし、ね、今の延長のまま想像ができる未来ですよね。今、ね、まあ、会社員だったとして、まあ、障害年収も大体わかるわけですよ。もう計算できちゃいますよね。今月収30万円なんだったら、ね、そこから自分がなあと何十年会社に いられたとしてね、リストラとかね、会社が倒産したとかそういうこともなく、
無事に終わったとしてね、だいたいいくらぐらい稼げるってもう計算できちゃうんですよ、実はね。で、その、計算したお金の中で自分の人生を考えれば、もう答え出ますよね。どれぐらいの生活水準になるかって。もう 出るんですよ。それでもう自分は満足だと。ね。いうことであれば別にいいんですよ。選択なんてする必要ないし、決断なんてする必要ないんですね。もう自尊心をずっと守り続けて現状を維持してればいいんですよ。別にそれが悪いとか言ってるわけじゃないんです。それで本当に幸せなんですっていうんだったら、それがその方の幸せなので、それはそれでいいと思うんですよ。ただ、もしね、成功したいとか、今の人生じゃ嫌だとか、つまらない。なんかね、人生一回しかないから、やっぱりうまいことね、人生をなんかこう、謳歌したい。楽しいことをやりたい。自分の好きなことをやってみたいとか、チャレンジしていきたいっていうふうな思いがあるんだったら、もう失敗を恐れないってことなんですよ。失敗を恐れずに、決断力を磨いて、決断してやることをやるしかもうないんですね。で、これを続けていくことができれば、成功者にどん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 近づいていくことができるってことなんですね。これができれば成功できますってことで、100% 成功するってことはもちろんないですからね。でも絶対に必要な要素なので、極めなきゃいけないんですよ。決断力っていうのはね。鍛えていかなきゃいけないんですよ。どっちにしても。であれば、もう小さなことからもう大きなことから、もう直感に従って、とりあえずもうやるって決めたらやるっていうことを選択する。で、やらないことはもうやらないって決めて、もう次の日から、もう今日からでもいいですよ。まあ、これ無駄だなと思ったらやらないって決めるんですね。で、これ本当に必要だなと思ったらやるんですよ。とにかく。っていうことをどん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 繰り返していくうちに、ね、成功者の気質っていうのがね、性質っていうのがどん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 磨かれていきますよっていうのが、まあ、今回の話になります。まあ、もし今回の話がですね、あなたの何かのためになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。もちろん周りの方でね、こういう話に興味があるという方がいるんでしたら、SNS だったりとか、まあ、そういったね、いろんな LINE でもいいですし、URL をね、拡散してもらえたら本当に幸いです。で、チャンネル登録いただきますと、新着動画漏れなく見ていただけますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、僕の動画の下にですね、メルマガ登録の URL ありますので、そちらからメルマガ登録していただいて、僕にまあ質問とかですね、まあこういう動画撮ってほしいというリクエストがあれば、言っていただければですね、返信させていただきますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。感謝いたします。